はい、こんばんは。こんばんは。ガレージ原産、ウィズアッキー。はい、いやいや。今日のテーマは師走の過ごし方。っていう連絡来た。ね、誰か朝一。だって、連絡しとかないとさ。何を喋るか分かんないからさ。で、いつもほら、調べてくるじゃんね。調べてくるけどね、あんまなかった、今回。なかったの？なかったなかった。思い出ないの？思い出？思い出は、あれでしょ？師走のうんちくが欲しかったから。そうそうそう。あ、師走ってなんで師走かって、ね、そう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 、まあすごい大したのなかったけど、ただ先生が走るぐらい忙しいってことでしょ。そう、まあ師って昔ってソウルだったらしいね。え、年末になってくると仏寺が忙しくなるから、おうおう、西へ東へ動く僧侶たちが走ってるってことで師走になったらしい。あ、先生じゃなくて。先生じゃないんだ。まあ先生っていうことでもいいらしいけど。あ、そうなんだ。そう、結構調べてるじゃん。意外と入ってるから。ウィキペディアやってるじゃん。ん、え、ウィキペディアやってるさん。ウィキさん、知ってる？ウィキさん知らないでしょ？ズームインのウィキさん。俺あの高校の時に遅刻して、遅刻した理由をね、ウィキさんに止められたって言ったら先生にちょっと叩かれたことある。で2回目はブラウンモーニングリポートに出た。ひげ剃った、そうって言ったら怒られた記憶があるね。ごめんなさい、ちょっと話ずれちゃった。いやいや、この辺しか分かんないもんね。面白かった、面白かった。で、分かんないわけね。今日は若い衆がいらっしゃるからもう。誰よ、あなた、ところで。え、あ、皆さん、はじめまして。掛川店でコンシェルジュをさせていただいてる、清水みなみと申します。イエイイエイ。イエーイ。フレッシュな女性来たじゃないですか。じゃないですか。初めてじゃないの？初めてです。あの、女性ね。のスタッフが来たの。スタッフはね。マキさんはね、そうそうそう、出てくれたことあるけど。女性スタッフは来たの初めてじゃないですか。嬉しいじゃないですか。名誉あることじゃないですか。いやでも、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、めちゃめちゃ緊張してて、普段の自分出してなくて焦ってます。なんかね、いつもと違うじゃん。すごい焦ってます。フジミ、いつもとあの紅の色が違う。なんで今日このために、ちょっといつもすっぴんなんですけど、すっぴんじゃないですけど、すっぴんっぽいんですけど。すっぴんだって、口紅したとこ見たことないもん。あ、そうなんだ。してるの、いつも。一応してるんですけど、いつの間にかなくなってるんですよ。まあね、わかるわかる、うん、すごいでもね。まあそういう自然なね、みなみちゃんなんだけど、うん、巷では、掛川のフワちゃんと呼ばれてます。そんなそんな元気なんだ。元気なんですよ。だってほら、流行語大賞にノミネートされてるじゃん、今。知ってる、フワちゃん。あ、そうですね、まあ、されてますね。で、流行語じゃないじゃん、フワちゃんってさ、うん、でもそれが流行語になって、名前がね、流行語になっちゃうってすごいことじゃんね。すごいよ。もう名誉なことだよ。いやでも私じゃないですよ。私じゃない。私じゃない。でもそういうニックネームが付けられてるってことはさ、すごいね、そんな元気なんだね。だって仕事中に鼻歌歌ってんだよ。それはちょっと内緒にしといていただいて。すごいね。そんな人いる、静岡店に。いないね。いいことだ。いいことなんだけど、めちゃめちゃこっちは見積もりやってんのに、うん、鼻歌歌ってるからね。まあね、違う方だったら怒られる可能性みたいだけど、でもいいんじゃない。みなみちゃんだからなんかさ、許されるんだろうね、あの環境だから許されるのかもしれない。ね、他の店舗行ったら強いしね。あれじゃね、鼻歌の曲がいいんじゃない、歌ってるのだから。源さん怒んないじゃん、ちゃんと BGM を果たしてる。あ、あのそう、気に入ってるから怒んないでしょ。そう、源さんにの僕の好きな BGM を実は鼻歌を歌ってくれてるんだ。そうだよ。聞きたい。え？鼻歌聞きたいよ。いつもどうやってパソコンやってんの？いや全然自分では無意識なんで、鼻歌なんて歌ったこと一度もないと思ってます。病気やん。ちょっと いつもだよ。そんな。もうこうこのキーボードがさ、いや鍵盤鍵盤みたいな感じさ。すごいね。そういう子なかなかいないよね。ね、うん、いいことじゃない、楽しくやってるとこだもんね。あ、もう本当に楽しいですね、事務所の中。もう源さんの話も楽しいです。源さん喋るの、仕事中。いや、めちゃめちゃ喋ってる時と、無言でチャカチャカやってる時の差が激しいです、機嫌悪い時すぐ分かるもんね、源さんね。機嫌悪い時はでもそんなにないですよ。ないんだよ。すごいじゃない。すごいんだよ、大人になったから。やっぱ俺そういうとこ若い子にね、見せるわけいかないさ。まあ、確かにね、うん、鼻歌歌っててさ、横でこんなこうね、眉間にしわ言ったらさ、こっちの評判も下がるから。なるほどね、一応そういうのもほらね、芸能人だから僕ら。違います、違います。怒られるよ、怒られる。今俺仕事中だからね、もうタイムカード切ってないからね。切ってないです。ちゃんと後で宣伝もしてよ。
はい、ね、でところでなんで納豆住宅公募に入ったの。はい、うん、私が納豆住宅公募入ったのは、うん、まあ、短大私行ってたんですけど、うん、そこで就活をやっぱやらせてもらってて、もともと最初全然住宅会社見てなくて、もともと経済系の大学だったんで、そっち勉強してたんですけど、なんかちょっとマイナビを使わせてもらってて、そっから納得っていう会社を見つけて行ってみようかなって言ったら、まああんま他の会社さんって社長さん出てくることないんですけど、久保さんが会社説明会に来てくださって、もうその話聞いた瞬間にここだって、あ、すごい、ひらめいて、もう素晴らしい、ね、ヒーリングで突き進んだら言いました。へえー、すげえ面接あるじゃん、試験、はいはい、4時ぐらいまであ あるでしょ今。あ、そう、3か4ぐらいありますね。すごいね、なんかもう楽しさと、なんかあもうこの会社って絶対入ったら自分楽しめる、うん、面白いと思って突き進んできたら、うん、いました。わあ、すごいね。じゃ全然住宅に興味なかったんだ。あ、そうですね。いいんじゃない、どっかかりは。いいんだけどさ、もうかなりのお客様のもうご契約いただいて、もうほら完成した人もいるじゃない。そうですね。そんな住宅興味ないって言っていいの、それ。今はある、ね、あ、 今、 ある、ね、今はも う、 今もう見学会とか行くたびもうパシャ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 撮るぐらい好きです、家は。あ、そうなんだ、すごいじゃん。でもそういう人が多いね、納得住宅公募ってね。この前のヒロ君とかさ、うん、まあそうだね、うん、もう中野さんと志村専務のね、うん、会ってその場で決めたみたいな、まあ、フィーリングいい人だからね。基本的に気持ちいいって言ってみた。でもまあそんな感じだよね、なんかそんな感じだと思う。人間臭い会社だよね、なんかね、本当嬉しいですよね。人と会うとか、うん、喜んでもらうのが好きな人が残ってるじゃない、うんうん、でも手段集まってる、ね、そうね、家づくりが手段として考えてるんじゃないの。 そうですね、その先が好きなんじゃないかな、うんうん、ただね、家づくりを手段で、そう、そうだね、その先の世界が、ね、うん、その先が好きだからやってるかもしれないですね。なるほどね、うん、でもどうだったほら、ね、初めて入社して日がたししたお客様がこの前2組いたじゃないですか。すごいね。そう、ちょうど2組重なるぐらいでお日渡しさせてもらったんですけど、うん、もういろんな思い込み上げすぎて、うん、まあ、動画ももう一生懸命自分でもう、うん、あ、懐かしいと思うのが写真集めて動画作って、うん、でもなんか最後らへん、もう最後なんか言葉言うときは誰も泣いてないのに、うん、誰もそう、なんかそういう雰囲気じゃないのに一人だけ感極まって、うん、ちょっと泣いて、泣いなんか逆に恥ずかしかったです。なんで一人だけって言って、おせちさん差し置いて、おせちさん差し置いて、おせちさんの家のはずなのにもう自分が中心で、うん、あ、でもそうだね、でも分かるよね、うん、僕らも未だまに泣くもんね、グッとくるんだよ、グッとくる、うん、やっぱ苦労してくる、うん、来たしさ、うん、ね、お客さんも本当泣いてくれるさ、うん、そうね、ね、本当そう、なかなかないよそういう仕事って。いや、こんなに感動して、こんなに初めて会った人と何かをずっと一緒に作り上げていくっていう仕事は、まあ、味わえないなっていう。そうだね、うん、もう結婚前に初めての共同作業やっちゃった。やっちゃってますね、もういろんな人とご経験させてもらってます。ちょっとそれなんか語弊がある、ね、大丈夫かな、大丈夫かな。でもいいことだけどね、ね、でも、うん、今面白い表現だったね、でもね、ご結婚ってよく例えるじゃない、本当いろんな人と経験させてもらってるってさ。ちょっと一歩間違えると危ないけどさ、うん、だいぶ危ない、ね、危ない、うん、なんか突っ込んでくるかなと思ったけど今言えない、あんまり言えないで、ね、掘り下げらんなかったから今。そういいと思うけど、うん、ね、でもそんなね、清水みなみさんですけども、うんうん、どうですか掛川県でのこの仕事とか、うん、みんな仲間とか、うん、本当に掛川県はもうみんな明るくて、うん、でまあ、誰が来てもこうウェルカムというか、うん、そんな空間でずっと仕事させてもらってるので、うん、まあ、自分も居心地いいですし、うん、まあ、やっぱ来てもらった人にも居心地よくいてほしいので、うん、やっぱそれは源さんが作ってくれてる環境なのかなって思って感謝してます。うん、いやいやあげるね。じゃほら今までさ静岡店の若い人たちばっかりだったから、来てくれたのがね、来てくれたのね、うん、あ考えてみたら
掛川とか浜松の若い子来てないなと思って呼んでって言うからじゃん俺に自分が呼んでなかったからじゃんなかなかわなんか掛川と浜松協力的じゃないなってこう誘ってないからでしょ、うん、で今回来てくれますよ本当はね線形師の女の子もね一緒に同期の子も来る予定だったんだけど、うん、ちょっと今打ち合わせが入っちゃってねさすがにやっぱり仕事優先に、まあまあね、仕事ですよこれもあ仕事ですか、うん、お客様優先ってことですねいつも僕が言ってるじゃん、ね、ありがとうございますそうだからもねこういう子がやっぱり西部エリアにもそうね頑張って実はいっぱいいるんですよ、うん、ねまた次回っていうかねあの次の機会にでもまたその設計師とか、うんうん、あともう一人ほら言うじゃないですか素敵な先輩女性が、うん、素敵なすごいのいるじゃないですか翔子姉さんのね、うん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 、今そういう、こう女性陣が結構、ね、いいと思いますよ強いかな、うんうん、強いっていうかねあったかみがある、うんうん、この前もお話しさせてもらったんだけど必ずみなみちゃんはこう人のっていうかね、うん、僕のお客様でも他の担当のお客様でもこうなんか一言レターをこう書いてくれてるんです素晴らしいね素晴らしいそれやっぱり僕らじゃなかなかできない、うん、おっさんじゃねまあね気が できないよだから気が利かねえから気が利かないよだからそういうところに助けてもらってるんですよ実は素晴らしいね、うん、もうそういうことやろうとしてるのが一番偉いと思う、うん、何かして差し上げることが苦にならないというのが一番いいね、うん、それってでもどうやってさそういうのって身につけるんだろうねこう人ってさどうだろう、うん、身についてないじゃんそうか俺いつもやってるよやってる、うん、一言レター書いてるなんか疲れてそうだなって思ったらちょっとだけ砂糖入れとくコーヒーによく入ってそうだよ入ってたでしょ打ち合わせしてるとさ、うん、あのすごい喉乾くじゃん、うん、でガーって飲むと砂糖も並々に入ったり水がガムシロだから、でも一回コーヒーかなって飲んだらめんつぶだった時いたずらされてた。もう今そういう時代じゃないじゃない。もうコンプラがね厳しいから。もう昔の話ですよ。昔辛かったりね。すごい。今はそうじゃないですけどね。ねうん、まあそういう時代も経てこうねいろいろこう先輩だから僕は中野さんが。先輩って、まあ、そんなことないけどね。先輩だから、うん、大先輩だから。大でもないけど。まあ、パソコンの入れ方パソコンの入れ方も知らなかったけどね。知らない。うん、そういう人なんですけど。うん、で違う。全然お題言ってないじゃんお題シワスの過ごし方, 過ごし方、うん、若い人ってさこの12月ってどうやって、まあ、クリスマスも踏まえて正月も近いじゃないですか、はい、どういう風に過ごすの本当に忙しいのかななんかいや私は割と引きこもってアニメを見て、うん、えあそう忙しくないじゃんそれ全然全然忙しいイメージはないですねまあでもさ考えてみればそんなに忙しくしなくてもいいよね考えてみればさうんうん、なんか忘年会、うん、あ昔はねそがそう今はないけど忘年会の誘いがなんかマジか今日3軒行かなきゃなんねとかそういうのはあったよ全部出たいからそれは自分が悪い全部行く顔出すよあ、うん、最後死んでるけどでもさ考えてみたら僕なんかやっぱほらもう51歳なので、うん、昔ねやっぱりお正月になるとお店がみんな休んじゃうのよコンビニもないしスーパーも休んじゃうもんで、ね、いっぱい買い出しとかねそういうのしたりとか、うん、そうやってやっぱり忙しかったなっていう記憶はあるけどなるほど、ね、買い物ね買い物とかそうだねそうあとまあ当然大掃除とかさ、うん、でも大掃除なんか考えてみたらさ何も寒い冬にやる必要ないじゃんねと思わないあ確かに、うん、冷たい水を使用雑巾絞ってとか、うんうん、やりたくはないですねもっと夏にさハイパー一丁でやるとかさ、うんまあ、いいよねそれも、ね、それも1年に1回だから、うん、いいじゃん一緒ないんだよなんで年末なんだ、ね、今年の汚れってやつじゃないの今年のうちに的なね新たな気持ちでとかって言うじゃんたった1日しか買わねえんだそうこのリセットできるからなんとなく気持ち楽なんじゃないですかなんかお前中野さんに言われてもピンとこないのだからなんでリセットしたいんだよ俺リセットしたいんだよ分かった分かったそうだね。そうだよ。新たな年に。そうですよ、うん。新しい気持ちでいけるじゃないですか。うん、で今年はどんな幸せを迎えるの？中野さん的には。いやいつもと変わんないと思いますよ。まあ、うん、どこにも行けないから今は。忘年会大好きな忘年会も行けないじゃん、ね。行けない。うん、どうする？まあ静かにしてると思いますよ。僕もあのインド派なんで。
本当はね本当は、うん、家で映画とか見てますよ。あ、映画詳しいもんね。だってさ映画だって映画監督になろうと思ってたから。へあれこの前画家じゃなかった、あれ、まあ、繋がってるじゃん映画と画家、うん、映像と絵だから、うん、絵コンテとかも描くでしょ。みなみちゃん実はね、はい、芸術家なんだ。あ、そうなんですか。芸術家じゃないよ、うんうん、絵描いてたってだけね。見たことないです。なんか描かんないもんだ。え俺美デカだよ。ここ近いでしょ。俺キック川だから。あ、はい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 、はい、なんか美デカにいてたから。何美デカって。美術デザイン科。あのウォシュレットにある美デじゃねえよ。シワじゃないよ。飲んでんの。ん、一滴も飲んでない。一滴も。でもさ、そうなんだよ、芸術家なんだよ。好きだったって趣味聞いてみな。え、何されてる趣味。趣味切って見つめ。切って、うん、切ってみ集めないが見つめるだけだ。あ、買ってあ買ったのを見つめるんじゃなくて。買わない買わない。見に行って見つめるんです。うん、買いもしないから。切って見つめ、うん、芸術家でしょ、うん、すごいんだよ。あんま掘り下げないで。あとさ、あのまた話変わっちゃうんだけど、いつもねほらフワちゃんみたいにさ、うん、めちゃめちゃ明るいから、うん、いいじゃんね一番ね、うん、でもさこう悩みってあるのかなと思ってさ悩み、ね、でも人様の前で明るければ明るいほど、うん、一人になった時、うん、相当喋んねえよ。あ、静かじゃない。あ、立ってます割と。あ、そう、うん、家の中じゃ、うん、でも割と独り言言ってるのかな。そう喋ってんだよ。鼻歌とやっぱあれか、これはセットか。セットかもしれない。根っから明るいんじゃない。じゃあ、いや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 、でもあれ悩みじゃ、悩みってあるの。いや、なんか、うん、悩みがないってなさそうだねとか、うん、って言われるのが悩み。うん、あ、なるほどね。基本的にこう明るいから、うんうん、こう悩みなさそうだね、いつも楽しそうだねって言われるんですけど、うんうん、私だってちゃんと悩むよっていう。なるほどね。ゆで卵の薄い皮むけないんだけどとか、そういう感じ。それが俺今最近の悩み一番。あ、なんであれあんな上手にむけないの？むける時とむけない時あるじゃん。あれ後ろから向くといいんですよ。え、後ろってねえし。ないの。どっち止まってる。こう平らになってるとこあるじゃないですか、うん、あそこから向くと向きやすいんですよ。そうなの。言ってよ。全然知らないよ。お横から行っちゃってた今。俺も割りやすいから。からそうそう。だいたいさ、なんか皮取れなくて身もついてくるじゃん。あ、なんか3分の1ぐらいになるときあれ切ないね。もったいない、ごめんなさいって感じ。それちょっと話していい？いいよ。毎朝の日課なんでしょ。あのほら今ねダイエットしてるから、うん、ゆで卵2つと鶏のささみだけなんだよね。いつも細々食べてるじゃん朝、はいはい、うん、昼のために作るの、うん、で今言ったみたいに卵の殻が剥けないで身がそがれていくと、うん、どんどんその昼食が減っていくのが、ね、すごいイライラしてる。寂しいよね。寂しい。だから冷やすとよく剥けるらしいよ。って聞いたの。じゃあ冷やし方は甘いのかな。冷蔵庫に入れとけばいいんだと思う。でもキンキンに冷えてるやつでもそうなるのよ。あの身がそがれるっちゅうわけ、うん、すぐでもすぐがいいらしいですよ。すぐ温めてそれをすぐ氷水に入れる、あ、時間をかけるんじゃなくてすぐみたいな。詳しいね。なんか前調べたことがあります。もう調べよう。またそれ仕事中に調べてたの。それ違う、さすがに違う。違うね。大丈夫です。あ、でも今の気持ちすごいよく分かった、ね、寂しいよねあれ。だから朝機嫌が悪いのは、うん、ゆで卵。ゆで卵朝機嫌悪い。あ、じゃあこれからそう思っておきます。思ってちょっと元さん悪いなと思ったらゆで卵だって。そう、それでね、あとは若い人、みなみちゃんから見て中野さんって正直どういう風に見える。絡みないからね。ないからこそこうさ、あんま、ね、ちょっと客観視してほしいよ。ちょっとさ、多分きっと、うん、悪い噂しかねえから。いろんな噂はそうですね。近寄るな的なやつだと思うよ。いやいやいや、うん、俺が言ってるかもしれない。いいんで、そうでしょ。あいつをやめとけみたいな。どう見える。でもなんか最初はやっぱもうちょっとふっくらだったんで、うんうんうん、あ、なんかすごい、なんか面白い、なんかおじさんだなっていうイメージがあったんです。おじさんだ、やっぱ。おじさんに決まってるよ。おじさん入っちゃう。だってマークさんだって年上に思ったんだから。本当ですよね。本当ですよ。そうなんですけど、なんか今スラッとされちゃったんで、なんか
おじさんって言える雰囲気じゃない。もともとはこれだったんだ。そうそうそう、へえ、うん、あ、そうです。なんか前の写真とかこうたまに出てくると、うん、めちゃめちゃイケメンですよね。あ、言っちゃったイケメンとか言っちゃったもう何年も言われてねえから。ありがとうございます素直で、はい、よろしい。来てよかったです来てよかった。いつもそんなこと言ったことないじゃん。ないですこうじゃん、ありがとうございますって言ったことないと思います。ないよね。いやもう素直にいただいてきますね。ありがとうございます。でねえ、そう、なんかめちゃめちゃスラッとされたから、うん、あれおじさんてる雰囲気じゃなくて、もうめちゃめちゃ、あ、お兄さんだっていう、若返って、若返った、若返った。 そ, うそんなイメージが。ありがたいな。それが恋愛に変わる時はあるのかな。ダメだよ、ここじゃ言えないここじゃ言っちゃう、ちょっと語弊があるから。調子乗ってる。何調子乗ってる。調子に調子乗ってる。乗りますよその波乗りますよないじゃん、一年に一回あるかないかの波だろ。さざ波だって稲村ジェーンみたいな。そうですよ、ビッグウェーブじゃないけどさざ波でぐらいだよそれだって伸びよ、うん、ねえ、でも嬉しいね。まあありがとうございます、うん、でもいいことだよ、うん、嬉しい ね、うん、じゃあまあ、あの気持ちがいいところでちょっと藤枝と掛川のちょっと宣伝をちょっとね、うん、最後、うん、そうですね、いいですか中野さんから、はい、今週の、12日13日なんですけど、うん、葵区のモデルハウスの方で、うん、ちょっとクリスマスフェアなんて歌っちゃいまして、来てくださった方、うん、まあ一組様一個なんですけど、うん、あのね、うん、フルーツサンド、おう、うん、今流行ってるじゃん、流行ってるやつ、流行ってる、流行ってるフルーツサンドと、あとね、タクベイ先生と唐揚げ屋さん、うん、やられてる方のどっちか、うん、まあ、一品頼あのもらえるようなのと、お子様が遊べる木工教室、うん、あとセミナーが2つあって、うん、防災とか、うん、そういう設備機器とか、うん、そういうちょっと生活のためになるようなセミナーを鈴木昌司さんがやってくれるんです。あ、鈴木さんがやるんだ。そうで、それで失敗しない住まい作りセミナー、あの大人気のやつ、おーおー、あれ私やりますんで、おー、はい、今のところあのアポイントが入らなければ私がやるような形になります。なのでぜひ遊びに来てください。生秋広見に来てくださいよ。家作りは多分失敗しないと思うんだけどさ、うん、私生活に失敗しないように。何に私生活に失敗、そういうの言うと本当に語弊があるから あいつ失敗してんじゃねえぞ絶対言われるじゃん、絶対ダメだよそれ。幸せに暮らしてますんで、 誰に何言われるか分かんない。安心してください、幸せに暮らしてますんで。そう、帰る場所があるから旅に出てるだけですから、うん、そこ余計だあ、ダメ今日乗りすぎ。何さっきのさざ波が余韻に浸ってるんですよ、そのはい、はい、じゃあもう一個、じゃあ掛川の方からちょっと、はい、はい、宣伝の方。掛川は、はい、新しく土地がね、うん、出たんで、それだけダメ語よ。そうそう、掛川市の、ね、弥生町ってところに今2区画分譲して土地が売りに出されてるんですけど、うん、もう1個売れちゃって、うん、早かったね。そう、すぐに、やっぱそのぐらい人気な土地なんですけど、うんうん、あともう1画60坪で、うんうん、ちょうどでかいね、いい家が建てられる、うん、ちょうどいい家がやっぱ掛川とかは静岡に比べて皆さん60坪ぐらいで車の置く台数も多いんで、そうだよ、そうだよ、なんです、早い者勝ちなんで、うん、ぜひ皆さんちょっと気になった方は掛川店までちょっとお電話をいただけたら、うん、そうだね、お電話よ、お電話いただけたらそう、私たちが対応させてもらうので、はい、ぜひお待ちしてます。おすすめのお土地なのでぜひご連絡をお待ちしています。本当早い者勝ちです、うん、いいね、はい、はい、南さんどうでしたか今日の感想。いや、なんか、うん、あ、いつもこんな感じでやってるんだっていう、うん、この2人の会話を聞いて、うんうん、本当にあれでしょ、打ち合わせないでしょびっくりしました、うん、だからもう中野さんがこのずっと凛としてる感じが余裕感というか、なんかね、そう、そう、私は最初このこうネタを考える源さんの姿見てるんでなんかあれ対局だなちょっと思いながら楽しませて、源さんがいるからここに座ってられるんですよ私は何にもやんないもん、うん、何もそうだよいい、まあ、それが、うん、その自由奔放さが、そうなん、ありがとうございます、中野さんらしいです。
はい、そんなねはちゃめちゃコンビでまた来週からもまたやっていきますので、今日は清水みなみさんをゲストに、はい、ありがとうございました、はい、お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。大地圭さん、ここで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。